内見ジョニーの物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。本日は大阪市は阿倍野区の物件を案内していこうと思っています。今回ご紹介予定物件、最寄り駅は阪和線美少園駅徒歩4分、近鉄南大阪線こぼれ口駅徒歩1分、大阪有数の繁華街である難波や梅田にも30分ほどで着きます。駅周辺は閑静な住宅街が広がっており、神社や小さなカフェ、古本屋、小学校などがあります。今回、私立キチキチ大学スーパーミニマム校キチのキチコさんにコメンテーターとしてお越しいただいております。それではキチのキチコさん、今回でなんと3回連続のご出演になりますが、本日もよろしくお願いいたします。お疲れ様です。3回連続キチのキチコです。あだ名はキッチー。大阪市内で住めるミニマルなキチを探すただの OL。 でも裏の顔は伝説のヒーロー。キチコさん、そう、ここ阿倍野区の平和を目指してやってきた。お話がややこしくなるので。現れたなぁ。私利私欲の物件紹介をしやがる悪党め。え、どういうこと？プラエーキチコスペシャル。え、ちょ、痛い。キチコスペシャル。あれ、聞かない。キチコさん、これで3回目ですが、こちらは物件紹介番組です。あれ、これって、実写版スーパーマン、の撮影。違います。それでは本日も張り切ってお部屋を内見していきましょう。今私たちはここにいる。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2019年1月地区の木造地上2階建て。そしてお気づきの通り、細い、非常にスタイリッシュな外観です。いきなりですが洗濯機スペースこちらです。ほんと急ね。というかこれって、入居者以外も勝手に水使っちゃう可能性あるんじゃ。そのケースはないとも言えませんが、水道料金は概要欄にも記載している通り定額となっておりますので、そちらの料金以上に水道代が発生することはございません。でもね、でも私の洗濯機使われちゃったらどうするの？どうしても気になる場合は、自転車で1分ほどの位置にコインランドリーございますので、そちらのご利用をお勧めします。ちなみに折りたたみ式物干しこちらです。干している間は窓から見張る必要がありそうです。ワイルドで緊張感のある位置ね。そうですね、ストリート干しならではの武骨さがあります。こちらは物件裏、まさに壁のような厚みの 1.5メートル。果たしてこの建物の中はどうなっているのでしょうか。早速中に入ってみましょう。その前に折りたたみ物干し、こんな感じです。それでは行きます。 Open fire。 綺麗な玄関部分、ただいまと同時に現れる壁。木目調のシャレオツダークな壁紙、思ったよりも普通な内装に不思議な気分になります。インターホン用モニター、給湯器リモコン、ライトのスイッチございます。そしてレンガ調の白い壁紙、こちらから光回線接続可能です。どうでしょうか、吉子さん。いい細さね。床も新築みたいなフローリングで、しっかり住居の質感を出してるわ。住居です。細さは合格よ。でもこれから吉子のキチキチチェックが入るから覚悟しなさい。承知しました。ちなみにキッチンスペースからこちらのリビングスペース、すべて合わせて7畳ほどございます。これだけ細いと置ける家具は限られるため、この場所を彩るあなたのセンスが問われます。テレビアンテナ接続こちらです。窓の向きは午前中の日当たりが抜群の東向き。日差しも明るくて変な圧迫感は感じないわね。細いなりに開放感があってよろしいわ。よろしい、次は防御性能を見せてちょうだい。こちらです。 Open fire。 網戸です。 Open fire。窓にはシャッターがつき、台風が来てもしのげるだけの防御性能、防音効果がございます。いいわね、合格よ。ありがとうございます。お次は収納スペースを見たいわ。承知しました、こちらです。 Open fire。 必要最低限のものをまとめるには十分なサイズ感。物を多く持ち込まない、そんな空気感を醸し出す収納スペースございます。なるほど、私の気分もどんどんミニマリストになってるわ。収納スペースも合格よ。空調は？こちらでございます。空調は言うまでもなくお部屋の隅々まですぐ効きます。やるわね。やっぱりベッドはロフトベッドで、ベッドの下に最強の基地空間を作ろうかしら。いや、やっぱり布団だけ持ち込んでミニマリストの旅に出るのもいいわね。キチコ今すごくテンション上がってるわ。チョベリグよ。
懐かしいですね。上がったテンションはそのままで、お次は水回りを見ていきましょう。まず来ましたのはキッチン。これもまた非常に狭いスペースに、一切の尖りがない普通のキッチンを置くことで、食を大切にできる健康的な空気が漂います。お皿数枚並べてミニマリスト入門。そんな収納スペース、棚の高さは調節可能。そしてしっかりとした小窓付き、網戸がついて換気はバッチリです。ここでミニトマト栽培したいわ。あとは、しっかり自炊して、この窓からいい匂い届けちゃうんだから。キッチーさんの得意料理は何ですか？秘密です。調理スペースはシンクサポートがあると便利ですね。ガスコンロは二口。調理スペースなしのガスコンロ二口。Open fire。なかなかやるわね。この場所で何を作るかはあなた次第。献立もミニマル仕様に生まれ変わる非常に頼もしいキッチンでございます。冷蔵庫はこの辺りに置くことになりそうですね。確かに狭いスペースですが、全体的に綺麗なお部屋。手軽に非現実的な空間を味わえます。キッチンも合格よ。お次へレッツラゴー。外装クセ強、内装コンサバクセ強コンサバ。キッチーさん今日はとてもハイテンションですね。 Open fire。ドアはオレドタイプになっています。やるわね。洗面室とトイレが一緒になった空間のことをアメリカンセパレート、略してアメセパと言います。海外の部屋やホテルライクな間取りです。小窓から差し込む光で、思ったより圧迫感を感じない空間に仕上がっています。洗面化粧台にはホテルライクなおしゃれ蛇口。ペーパーホルダーが2つで嬉しいのは初めてです。 Open fire。 ミニマルサイズで便利な収納スペース。コンパクトなスペースを厳選されたものだけで彩る楽しみがあります。なんだか癖になる細さね。そうですね。このスペースに慣れると生活スタイルも変わりそうでワクワクします。こちらはおそらくバスルーム。換気機能ついてます。開けます。 Open fire。 木目を表した深い青色の壁が印象的なバスルーム。建物面積を最大限に利用しているため、思ったより広く感じます。追い炊き、呼び出し機能付き。このスペースだと自分で自分を呼び出すような感じになりますね。さあ、あなただけのミニマルなバスタイムの始まりです。ということで今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？個性的な外観のインパクトはもちろんですが、内装は想像以上にスタンダードで設備も充実。洗濯機置き場、物干しスペースはワイルドそのもの。一般的なワンルームを極限まで細くした、めったにお目にかかれない一品でございました。キッチーさんどうでしたか今回のお部屋。細さに感動しました。まさに住めるミニマルな基地だったけど、洗濯機置き場だけちょっと気になるかな。でもね、この細さのお家は一生のうちに一度は経験したい、そんな場所だったわ。お部屋のレイアウト考えると今日も眠れません。おいしゅうございました。それでは今回はここまで。皆様ご視聴誠にありがとうございました。癖のある物件の内見を続ける中、とある繁華街の一角にすごく癖のあるお部屋が存在するとの極秘情報を入手した。そしてやってまいりましたのは、次回、ザ・和風のお部屋。お楽しみに。